白星城,城は、富山県富山市青町城西矢座城鉄砲町にあった日本の城。富山市指定史跡。ダビ城とも言う。富山城閣カードナンバーワン級。神通川西岸にある独立した丘陵全体に築かれた山城。佇まいは軍艦を連想させる。城域は南北約750メートル、東西約150メートル。 丘陵の標高は124メートル。東は、神通川、西から、北は、土川と、南を除く三方に、天然の堀を有する。さらに北端には堀切りがあり、その向こうは高さにして40メートルはあろうかという、崖によって遮断されている。南に大手口があり、土橋、馬出し、石積みを備えた二重の孤高を設け、うねるように連なる角群には、 空堀、土塁が巡らされているなど、上域南部は非常に堅固な造りとなっている。おそらくは、笹成政によって大規模な改修が施されたものと思われる。中央に位置する主角は、周囲より約10メートルほど高く、北を除く三方は切り大きな空堀に囲まれている。一方、北部は広大な平坦地であり、居住施設や、 物資の備蓄に使用されたと見られ、長期の牢場船にも対応できるようになっていた。日高街道に面しており、日高国から富山平野に向かう者は必ずと言っていいほどこの地を通過せねばならなかった。また神通川の水運にも影響を与えていたと思われる。古市中国内軍南部を支配した斉藤氏の居城である。斉藤氏は、 藤原都人の流れを組むと言われているが、確証を得ない。平森次の光栄であるという意見もある。南北朝時代に、斉東左衛門大部入道常木が、北朝方に属して、功を挙げ、足利高氏より、越中国に礼言母を与えられたのが、資料における斎藤氏の初見である。おそらくはこの頃に築城されたものと思われる。戦国時代になるとこの地は、 飛騨勢の北進を防ぐ拠点として、また飛田越中間の交易の拠点として、各勢力より、重要視された。越後国守護大、長尾ため影の要請に応えて飛田口を守備したり、また、越中国守護大で、富山城主神保城職や古市中国岩海寺城主、寺崎森長、飛だ国人で北進を続けて、古市中国猿倉城主となっていた、塩谷秋貞に攻められたりしている。 天正年間には、植杉謙信の配下となっていたが、やがて謙信が死去。白星上主、斎藤信都氏は、弟の新吉と共に、織田信長江しみを通じ、新吉が、上杉法の越中国今泉城を落城させるなど、織田方の越中進出に、積極的に協力した。しかし数年後には再び、植杉影勝に接近、織田方へ反旗を翻す。 越中国を治めていた成政はこれを攻め、一年余りに及ぶ老城戦の末、落城。成政は、家臣の笹与左衛門に一万国を与えて城成城を守備させた。富山の役により、成政が降伏した後は、前田都市長の持ち城となり、家臣の青山義次が入った。吉次が、越中国大津城へと移った後には、越中国今、 いするぎ上代、篠島清まが入ったというが、この時、きよは今、いするぎ上代の任を解かれていないと思われ、また、領上の距離も離れているなど疑問が残る。関ヶ原の戦いに関連した一時的なものでは、なかろうか。少なくともこの後刺して火を置かずに廃城となったと思われる。 成政が、城成城を落とした後、井戸山の水を飲んだ者は腹板を起こすようになったと言われている。これは、工房船で亡くなった者のたたりであると伝えられている。城の南端が、土砂採掘のために削られてはいるものの、それ以外は、ほぼ完璧な形で残されており、非常に見応えのある城跡である。 地元の住民による整備も行き届いており、案内板も見やすく丁寧である。見晴らしも素晴らしい。周辺には、斎藤氏と協力して、成政に反発し、結果人保縛りに攻め落とされた一向一揆の拠点、文明寺があるが、周囲を石垣で囲ったその佇まいは、城郭仮覧を想起させるに十分である。そしてこの寺の五世紀法要では縛りに攻略された。 ことにちなんだ、建屋には見られないある、決まりがある。県道屋を刺さず線からの入り口脇には2018年まで、富山市教育委員会が建てた、説明看板があったが、現在は、撤去されており、撤去理由は不明である。また周囲には駐車スペースはなく、JR 高山線東青駅から徒歩15分から20分、程度かかるため、 観光資源としての活用はされていない。斎藤氏と笹成政の争いに際し、文明寺は越中、飛騨、美濃までの門徒を召集して、斎藤氏に味方した。佐々方の武将人星縛りは街道に赤書を設けて、門徒の集結を遮断した。寺の北方に人形やかがり火を大量に設置し、あたかも大軍が北方より攻め寄せる風に仕立てた上で、寺で、 新蘭の明日祭である五世紀法要が縁にれている時を狙い、寺の南東の城が山から吸収した。土俵の最中であった住職は猛烈なスピードで、土俵を終えると、地方の新蘭聖人像を持って、稲見方面に逃げたと伝わる。この伝説からか、現在でも、同時の五世紀法要では、平時より早く土俵し、住職は途中から参加して、 すぐに無言で途中退席する慣例となっている。ありがとうございます。